どうも皆さん、こんにちは。アディオスクワッドのケンゾーです。結構ね、前から僕の彼女が僕に、なんかちょっとスペシャルなアクティビティを準備したよってね、言ってくるんですよ。結構前に言われたからね、僕何回も聞いてるんだけど、まだ教えてくれないんですけど、何個かね、ヒントが分かりました。とりあえずね、今からその準備してもらったアクティビティに行くんですけどね、僕の予想を皆さんに教えていきましょう。彼女のおごりみたいなんですけど、あれ待てよ。彼女のね、おごりなんですけど、全部。確か全てで50ユーロ以上したって言ってたんで、それはね、だいたい5000円以上、まあ、6000円以上。そしてね、ヒントとして言われたのが何個かあるんだけど、もうずっと僕ね、問い詰めてたんですよ。僕サプライズ好きだけど、今から何が起きるかわからないってのがあんまり好きじゃないから、ちょっと僕緊張してたんですよ。そして結構前からスカイダイビングとかバンジージャンピングとかの話してたから、そういう怖いことは本当にやめてほしい。そしてなんかマルクともう話したみたいですよ、この人。マルクもジュンもトムも確か全員僕が何をするのか分かってるんですよ。で、僕だけ分かってないという。マルクがこれを聞いた時の反応が、え、怖って感じだったみたいなんですよ。だから心配、本当に心配。ちょっとね、皆さんが分かるけど僕が分からないように、彼女もその謎のアクティビティ、うわ死ぬかと思った。謎のアクティビティの写真を今から携帯で見せて、僕それを録画するけど、僕は見ない。マジで何が起きるのか分かんないから本当に怖いです。え、なんか今ね、あの通り見るとこの通りなんですけど、一応空港への道のりです。空港への道のりだから、これでいきなりなんか飛行機に詰められてアフリカまで吹っ飛ばされて、まあ多分大丈夫でしょう。いや本当に何考えるか分かんないから、この人怖いことだと思う。そろそろね着くような予感がするんだけど、僕もずっと車から外見てる、もうチラ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 外見てるけど、マジで今もうバルセロナ超郊外まで行ってる。この動画の後、僕がね何もツイートとか放送とかしなくなったら、皆さん僕のことを忘れないでください。ガティアシ、ちょっとなんか見えてきたぞ、なんか見えてきたぞ。Lo tenemos un poco enfrente。目の前になんか、もうみんなに見せちゃっていいかな。いや、やばい、もう文字見るだけで俺本当にこれ生き延びれるのって思い始めてる。待てよ、見せるよ。じゃあ3、2、1。ほぼ何も見えないか。これね、上に書いてるのがウィンドア、ウィンドア、そして空を飛ぶみたいな感じのテキストが下にあるんだけど、何、俺は今から空を飛ぶの、何が起きんの、なんで彼女は無言なの。何が起きてんの。超高そうな場所に来てて、さらに隣は確かエスパニョルっていうサッカーのチームのスタジアムだと思う。今から何が起こるのか全くわからないです。見て、行きます。明るいな。見てこれ、嘘でしょ。これ本当に僕にできることなの。もうどういう反応すればいいのかもわかん、マジでわかんないよ。オッケーできたんでね、早速チェックイン行きましょう。チェックインか。こんな感じで練習してるんだけど、下見てみると超大きい部屋があって、見えにくいかもしれないけど、下にね超でっかいベントがあるんですよ。もうマジで見たことないようなベントがあります。超強い風が出てきて、こんな感じで飛んでます。そしてね、あの画面に映ってるんだけど、168キロの風が出てます。中のカメラが見える。もしかしたら中での映像ももらえるかもしれない。これは面白いな。まあ、聞いてみよう、聞いてみよう。ちょっとね、今マジですごいものが見えたんですけど、この人ね、くるーって回りながら上まで上がっていくんですけど、それを見てみたい。誰かやるかな、この人やるかな、見てみよう。回る回る、いくよ。おー、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 やばすぎ。いや、すごっ、すごい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 、もうマジで怖いわ、これ。先生がすごいことしてるぞ。やばっ、やばっ、わーっ、わーっ、すごすぎるわ、先生。やーやばっ、バッキン、やばっ、おー超スムーズ。いやー、僕も最初からこんな感じなんで、今から着替えてきます、皆さん。ちょっとね、
着替えたんですけども、もう心の準備もね、結構気合いも入ってきたんでね、頑張ってね、くるくるしたいと思います。いろいろな説明もらったけど、とりあえずまずは、腕はね、まっすぐこうやってやらないといけないんで、それで足はね、できるだけ、まあね、ちょっと伸ばす。そして、やべえ、俺あんま授業のこと覚えてないぞ。まあ多分それぐらいだと。そこまでね、めっちゃ難しい説明でもなかったんで、マスクまで変えてもらいました。普通のマスクだと吹っ飛ぶみたいだから、これでいきたいと思います。多分次のシーンは僕が中にいます。ちょっとね、今日は弱気を出した。OK、皆さん終わりました。そしてね、僕はね、この勲章、これね、多分残念賞だと思うんですけど、まあ、とりあえずね、すっごく楽しかった。いやー、ちょっとね、今からもう僕めちゃくちゃ腹減ってたんで、マジでちょっと吐きそうな気分だったけど、始めた瞬間やばい、超怖くて腹減りも消えたんですけど、またお腹空いたんでね、ちょっと夕飯食べながら皆さんにちょっと説明していきたいと思います。夕飯ね、結局ケバブ食べたんですけど、マジでうまい。もう本当にね、こっちのケバブはアンドラエのケバブより全然うまい。日本でね、あまりケバブ食べるかわかんないけど、実はね、こっちではケバブってのは超人気なんですよ。日本でいうラーメンみたいな感じで、その誰か友達といる時に、じゃあラーメン食いに行こうぜみたいな時に、こっちではラーメン食いに行こうぜじゃなくて、ケバブ食いに行こうぜみたいな感じなんですよ。多分マックよりもケバブ食う人の方が多いような気がする。もう本当にここは出てたら 100m に1回はケバブ屋さんを見るみたいな感じだから。まあでもね、ケバブの話は1回置いていて、まあ、どういう経験だったのか、確かにね、もうめちゃくちゃ楽しかった。そしてね、兄ちゃんと話した結果、普通にスカイダイビングするときと同じ感覚みたいで、その風が下からうわーっと押してくる感じは。だからね、またいつかスカイダイビングとかしたときのためにね、もう僕はもう準備万端ですね。もう完璧にスカイダイビングできるっていうのはもちろんジョークなんだけど、実はね、あるものをゲットしたんですよ。見てくれ、これを。Está del revés, Kenzo。 あ、反対だった。こうだ。これでね、僕は公式に飛行機を運転することができます。次日本に行くときは自分で飛行機を操縦して日本に行きますっていうのはもちろん冗談です。もちろんすごく面白い経験だったし、もう一回は試してみたかったことだったんですよ。だからね、そこのところはめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、これね、実は2分で6000円のアクティビティ、2分だけで6000円。だからね、すっごく高い。マジでね、めちゃくちゃ高いから、一度ね、試してみる経験としてはめちゃくちゃいいと思います。でもね、毎週できるようなことではないと思います。まあめちゃめちゃ金が余ってたらできるけど、僕がね、毎週できることではないですね。でもね、試せてよかったと思います。僕はもうマジで楽しかった。そしてな、くるくるっつって上に上がるときマジで怖かった。あれが一番怖かったかな。でもそれでも多分スカイダイビングとかバンジージャンピングとかよりかは怖くないからよかった。まあね、皆さん、今度はね、多分次のステップはバンジージャンピングかスカイダイビングなんで、それね、見たかったら高評価よろしくお願いします。もしかしたらね、今度僕が反対で彼女とかね、それとかマルクとかジュンとかにスカイダイビングをプレゼントしてドッキリみたいなのをするかもしれない、するかもしれない。実はね、僕明日スキーしに行くのでね、もしかしたら今かっこいいクリップ乗ってるかもしれません。
もしここで僕一個もなんかかっこいいクリップ撮れてなかったらちょっとダサいな。明日スキー楽しんでくるんで、この後ねすぐ家に帰って寝たいと思います。それでは 3,2,1 アディオス。